綺麗にめくれたらジップロックで、ちょっとなんか崩れちゃったらそっちのお皿に置いてね。 OK ですか？寝起きいいね。今ほんの何分前まで爆睡して、頭爆発してるけどね。昼ごはんめっちゃ美味しかったよ。昼ごはんめっちゃ美味しかった。すごいじゃん。作った？ココが。いい。ココにしよう。偉いじゃん。今日ママお仕事だったもんね。偉いね。スエがしてきてくれた。そうなんだ。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。ママ、おそい。これココはだい。すいません。じゃあコッコちゃんに卵頼んでいい？ママちょっとカレー作るね。今日はね、キーマカレーにしようと思って。合いびきと豚肉のひき肉と。ママ見えてる。ん？さあこっちは、人参と玉ねぎをミキサーで細かくしたものです。ゴミ箱にトマト缶をちょっとぶち込んでいきますね。今回ね、水を入れずにトマトのカットトマトの水分だけでやりたいと思っております。子供たちカレー好きだよね。週1はないけど、2週間に1回、もしくは1ヶ月に1回ぐらいやるかな。見て、スーパーにこんないろんなのが売ってたの。カレーパートナー、こんなにいろいろあるんだね。これはあれだよ、お米に入れるやつなんだけど、黄色いサフランライスを入れてるやつで、リンゴと蜂蜜のペースト、ブイヨンペースト、コクを深める4種、次はジンジャー、ガーリックと7種のスパイスペースト、炒め玉ねぎペースト、マンゴーチャツネペースト。じゃあこれ一つ一つ用意しようとしたらすごい大変だけど、ね、ママ向いて、こんなのがあるってすごいよね。いっ、ぶっ込みます。いきますよ。じゃあこれも1個ずつ入れていくね。リンゴと蜂蜜ペースト。どんななってんだ。あ、ゼリーみたいになって、はあ、リンゴと蜂蜜の匂いする。やばいでしょうね。これはどうやらね、これ1個につき8皿から12皿分だ。次 V4 ベースト、ペースト。私はよくコンソメを足したりとかする。ブイヨンだね。ブイヨンの見たわ。ブイヨンだね。深い味がするね。コメントは浅すぎるよ。4種の野菜ペースト。あ、4種類ぐらい入ってるわ。ほら、あ、それももうこういう感じだわ。4種って何？何が入ってるのかな？トマト、ローストガーリック、オニオン、生姜、玉ねぎ。いや、5。ちょっと増えてるかね。でもあれじゃない、野菜に入ってないのかもよ。ガーリックが。次、ジンジャーとガーリックがここにもおる。7種のスパイスペースト。コリアンダー、シナモン、クミン、カルダモン、ブラックペッパー、唐辛子、クローブ、ガーリック、トマト、食塩、玉ねぎ、まあ、いろいろ入ってる。これ見て、もう一回。すごい、なんかめっちゃいい匂いする。なんか美味しい匂いだわ。見てもうやったー、見て。なに？あとさ、え、何を見てこれが出るんですか？あれですね、テレビを放置しておくとさ、スクリーンセーバーみたいなやつ、で、なんか写真から来るみたいな。
これはあれだ、牧場行った時だね。アイスクリームです。トイレの前じゃん。トイレの前で撮んな。 あれ、マンゴーチャツネ。あー、なんかインドの感じがする。え、何？マンゴーチャツネを入れるだけでインド。で、今回は、まあ、我が家ではこの2択が多いですね。この2択というか、このロゲの2トップ、こちらでございます。ママ、これ食べたい。野菜のお給料をしようと思って、夏野菜をね、なんか揚げちゃうとやっぱ油気になっちゃうじゃない。だからちょっとグリルで焼こうと思います。食べる食べる。ママ、全然やないから。え、違う、あ、出てるよ、卵出てる。うまっ、すごっ。なにこれ、つかまじかわのベース全部、そして全部入れるわ。うん、うまい。うまい、うん、よかった。じゃあご飯も炊けました。すばらご飯、今日は6合炊きましたよ。これ、ね、3合で1つ使えるらしいので。なるほど、なんかこういうベースなの。なんか私じゃあちょっとバッターを3切れぐらい。よし、 OK。 ちょっとおすすめですね。おすすめです。こういう感じか。あ、夏休みちょうど焼きます。あはーい、バッターだ。まあ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 、ちょうどいいね。ねえねえ、机の上片付けてご飯にします。あ、机の上何もないか。じゃあ、水とか用意してくれる？へへへ、水持ってきて。素晴らしい。ねえ、ゆずちゃんしか働いてないけど。いやー、ここいで。何でいっかな。ママ お待た
みんなが静かすぎる。今度、辛いの何種類かセット買ったの、もうすぐ届くの。アイスを買ったりなんか、激辛のセット、なんかいろんなアイスの激辛があるんです。それをみんなでちょっと試したいな。どこまでいけば、私は多分辛いの強い気がするけどね。でもしょうがないよ。キスイが辛ラーメンのさ、アレンジをどんどん編み出すからさ、私も食べたくなっちゃってさ、その時課長だよってさ、この間なんかさ、私まで作ってもらっちゃって食べちゃったからね。ラーメンをあんな夜中に食べるのにすごい久しぶりだった。マジ何年かぶりだよ、あんな夜中にラーメン。何時に食べたの？10時ぐらい。昨日の夜も11時ぐらい食べて、今日の朝も10時ぐらい食べた。何それ食べ過ぎじゃない？うまい、すごい、すごい、え、すごい、すごすぎる。手汗がいい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やっちゃいましたよ。食後のね、コーヒーを優雅にいただいてたわけ。そしたらこぼしちゃって、ヒスに相当怒られました。まあでもね、大丈夫、私には強い味方がいるのさ。水を入れるぜ。マックス、いっぱい入る。インサルリって私の強い味方は、うちにはさ、ちっちゃい子もいるし、ちっちゃい孫もいるし、ペットもいるから、ちょっとこういうのは、ね、結構必需品なので、お母さんがこぼしたんですか？はい、そのこともあるんですね。で、これ掃除機のクリーナーだから、10秒から15秒すると60度まですぐ上がるから、60度のお水がここから出て、お湯がここから出て、掃除機みたいにできるということで、見せてあげようか。すごい。なかなかこのカーペットを丸洗いってなかなかできないじゃん。だからこうやってね、部分的にこうやって洗えるとめちゃくちゃ便利。このタッチパネルっていうところがまた簡単でいいよね。電源とこの40度か60度っていうね、温度とモード、標準か強力かっていうモードだけだから、すごく簡単にできるし、このもお水とお水タンク書かれてるからこそ、たくさんのお水を使ってできるし、さあお水とあるわ。ほらお水、色が濁っている。ほらカーペットのあのクズとかも吸い込んでくれてるし。でこれね、ヘッドがもう一個ついてた、この幅広タイプもついてたから、なんか広いご飯をするときはヘッドを変えて、エロもよし。コードがすごく長くて、だから上の方とかやったりとか、シートとかさ、車のシートとかもさ、こうやってちょっと細いところとかあるじゃん、結構ね。ヘッドとかも細いし、ちっちゃいからキューッと隅に入ったりもできるし、こんなのもついてた。
このしまうとき用のね、キャップみたいな。いろいろついてて。すごい便利。とても便利だね。コードレスタイプのやつも売ってんだって。コードレスタイプのやつは、加熱はできないけど、まあ、持ち運びがしやすいから、まあ、それこそ車だとかね、しやすいんだったかな。いいね、本当に。これは、もうペット、お子さん。で、こぼしやすい人がいる人にはぴったり。もう我が家は全員そう。ぬいぐるみとかも多いね、うちは。すごく多くて、おっきいやつとかが洗えなかったりするけど、これね、いいな。シューってやって干したいけどね。というわけで、こちら、リンサークリーナーなんですけど、詳細の方は概要欄の方に詳しく書いてありますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。さあ、それでは皆さん、バイバイ。おかえり、ただいま。